の時はね、おばあたちはお国のために戦争に行く、死ぬのはいいことって教えられていたわけさ。これは私の中学校の沖縄戦の劇の中で孫たちに戦争体験を語るおばあのセリフです。3年生になった4月、私は演劇同好会の先生に声をかけられ劇に参加することになりました。私の学校の演劇同好会は県中学校総合文化祭に出場し、全国大会への派遣が決まっていました。初心者の私はいきなり全国の舞台を踏むという大きなチャレンジをすることになり、頑張ろうという気持ちもありましたが、自分にその役を果たせるのか不安も大きかったです。演劇も初めての私が舞台でどんな表現ができるのか、練習の中で今も試行錯誤が続いています。うまくセリフが言えない、そんな中で私のある記憶が蘇ってきました。私が幼かった頃、姉たちに戦争体験を語る曽祖父の姿です。姉の平和学習の宿題で離れて暮らす曽祖父のところに話を聞きに行ったのですが、私は幼かったせいか関心も薄く、自分が聞く必要もないと思っていました。ですが遠巻きに見ていた私でも、辛そうな表情や重い口調はいつもの優しい曽祖父とは違い、別人のように感じました。今思えば記憶から消したくても消せない辛い記憶を語っていたからだと思います。私は演劇の練習をしながら、曽祖父が生きている時になんでもっと話を聞かなかったのだろう、たくさん話を聞いておけばよかったと後悔の気持ちが込み上げてきました。そして残念なことに、曽祖父のように辛い戦争を生き抜いた戦争体験者は年々減ってきていることに焦りを感じました。平和は当たり前、今の日常も当たり前、そう感じる人が増えることで、私たち若い世代の記憶から戦争の恐ろしさが薄れていってしまうのではないかと危機感を覚えます。実際私自身も今この世界で戦争なんて起きるものではないと思い込んでいました。しかし戦争は起きているのです。ロシア軍に攻撃され黒煙を上げるウクライナの街並みに77年前の沖縄が重なります。今回演じるのは夢を奪われた少女たちという題で、沖縄戦の中でも看護部隊として動員されたひめゆり学徒隊をモチーフにした創作劇です。劇に出演することが決まってから私は両親にお願いをしてひめゆり平和記念資料館に足を運びました。小学校から何度も平和学習をしているはずなのに、まだ知らなかった事実がたくさんあり、劇で演じることで自分の役割についてもとても考えさせられました。正直まだセリフを言うことに精一杯で、そこに思いを乗せて語れているかと言われれば満足な演技はできていません。しかし全国の舞台で私は曽祖父たちが体験した戦争の恐ろしさを多くの人に知ってもらいたいです。そして今ある日常が当たり前ではなく平和だからあるもので、その平和がどれだけ幸せなことなのか感じてほしいです。曽祖父がよく言っていた命があるだけで幸せさ、この言葉の意味が今ならわかります。私はこれからも戦争の恐ろしさ、
命の尊さ、そして平和という幸せを伝えていきます。